はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というわけで、今回なんですけども、えー、10月1日からね、導入されたインボイス制度なんですが、まあ、導入されて、まあ、約1ヶ月が経ったわけなんですけども、まあ、この1ヶ月の間に、こういうことが発生するんじゃないかとて思われた問題点が次々発生。まあ、他にも、いろんな事例っていうのが全国各地で多発っていうわけで、そもそも制度として成り立ってないっていうのが僕は現実としてあると思うんですが、今回は、そのね、インボイス制度を考えるフリーランスの会っていうね、まあ,あ、ストップインボイスっていう団体ですよ。 が、今のこの現実状況っていうのを、まあ、財務省に要望書提出したっていうわけであ、こちらの記事。インボイスで負担増半数超、免税事業者に着服猫ババ批判というわけで、なんと、経理事務の負担が増えたと言っている方が半分を超えている。さらに、免税事業者に着服猫ババっていうことで、未だにさ、この消費税のちゃんとした本質っていうのを周知されていない状況で、消費税に関わるインボイス制度っていうのを導入してるから、 こんなマート外れの批判が相次いでるってわけで。 政府の連中曰く、まあ、インボイスを理由にさ、値下げの強要なんかがあったら、ま、あ独禁法違反であるとか、コートリーからでも注意があるとか言ってるけども、そんなもんやっぱ関係なかったってわけですよ。ま、あ当たり前ですよ。現実で生活していれば、そんな理想論なんかで、社会、経済回ってないんやもん。でも政府の連中は国民生活、現実が分かってないから、その理想論だけでさ、いや、これは独禁法になるから大丈夫ですか抜かした結果がこれ。しかもこのインボイス制度に関しては、なんと形だけは導入してるんですが、中身は完全にずさんだったってこともね、明らかになったって 今回はこちらお話できたらと思いますのでよろしくお願いいたします。インボイス制度が始まった10月以降の現状について制度の廃止などを求める個人事業主や税理士らの団体インボイス制度を考えるフリーランスの会がアンケートしたところ約2800件のうち経理事務負担が増えたとの回答が半数超に上ったアンケートは10月20日から31日にオンラインでフリーランスや会社員経営者らを対象に実施2868件の回答があった このうち制度によって起きた取引や業務の変化は、経理事務負担が増えたが最多の52.4%、社内外への説明や交渉などの業務負担が増えたが35.7%、消費税の負担増や値引きによって手取りが減るが34.5%続いた、インボイス未登録を理由に取引先から一方的に報酬の値下げを強要されたも16.6%あった。 また、約半数が新たに課税事業者として登録したが、登録を検討中と回答した。理由は、登録しなければ仕事をもらえないと取引先に言われたからが14.1%。登録しなければ報酬を値下げすると取引先に言われたからが12.9%。一方、ビジネス拡大、値上げ交渉のチャンスになると思ったからは2.1%にとどまったと、まあ。というわけなんですけども、インボイス制度の課題そのものがアンケート結果の上位を占めてるっていう感じ。 で、まあ、このインボイス制度に関しては、まあ、ほとんどの方ご存知だと思うんですけど、まあ、ざっくり概要を言ったら、これは、ま、消費税のね、納税方法に条件が加わるっていうことなんですね。で、消費税の納税方法って、売上げで受け取った消費税から、仕入れ等で支払った消費税の差額を納税する、仕入れ税額控除っていうやり方をやるんですけど、この10月1日のインボイス制度導入から、その仕入れ税額控除をするには、インボイス登録してもらえた番号が記載されている、 適格請求書っていうものじゃないと、仕入れ税額控除になりませんっていうことになったんですよ。で、その番号をもらうための条件が課税事業者になることというわけで、今売上1000万円以下の方は免税事業者っていうことで、消費税納税しなくてもいいんですよ。しかし、ここで書かれてる通り、その免税事業者と取引をすると、お得意先は消費税の納税額が増えるから、課税事業者になってくれと登録しなければ仕事がもらえないっていことですよね。 ただし、このインボイス制度は任意なんですよね。だから、課税登録して仕事はもらえるんやけど、消費税の納税ということで負担が増える。もしくは、免税事業者のまま行くんやけど、契約が打ち切られる可能性があるということで、最もダメージを受ける。というか、もう廃業失業死活レベルになったのが免税事業者の方。実際さ、インボイス制度導入を機に廃業されたっていう方もいるし、契約打ち切られたっていう方もたくさんいる。ただし、導入された後に大変なのは課税事業者の方。 なんでか。まあ、それこそがここで書かれている回答第1位なんですけど、経理事務負担が爆増するんですよね、これ。一応資産も出てまして、経理担当1人当たり月1から2営業日分のインボイス残業が発生すると。当然そういうのも、ね、全て経費がかかるわけですから、日本全体にすると、なんと総額約4兆円の民間コストが発生するんですね。やばいでしょ。しかもこれで増えるの、ただの納税額ですからね。 生産性ゼロで、納税が増えて、コストが増えて、小規模零細は契約打ち切られる可能性があるってことで、不安な状況もしくは死活問題。何のためにこれするみたいな。さらに意味がわからんのは、今、臨時国会開いてるけども、岸田さんは経済を一丁目一番地、最重要として考えてるって言ってるのに、消費税の減税、インボイスの延期廃止っていうのは、考えないっていうふうに免言したわけですよ。だから、その時点でも経済対策なんて、いくら話し合ったってもう無駄。 だってそれを上回る経済効果のある対策出るわけないんやからっていうのはね、僕は思うわけです。で、まぁ、あ、今回はそのインボイスについてこの団体がアンケート調査を行った結果、結局導入前から言われていたことがその通り起こってるっていうことなんですよ。だからやめてって言ってるのに何癖つけてそれをやらないっていうのが政府の方針なわけ。で、 面白いのがここ、インボイス登録を理由に、取引先から一方的に報酬の値下げを強要されたってあるんですけど、これに関しては、独禁法違反だとか、公正取引委員会からもちゃんとさ、話が言ってるって、だから大丈夫って言ってるのに、そんなもん関係ないわけですよ、やっぱり。で、えー、今回の調査では、免税事業者が着服、猫ばばし続けるつもりかなどと批判されている事例も報告された、免税事業者が省流に入ることで、消費者が支払った消費税の一部が国庫に収まらないという点を踏まえた指摘とみられる。 新制度をめぐって同団体は13日、国に対して是正を求める要望書を提出。制度が1、物価高の中での増税である。2、制度に登録しない年間売上1000万以下の免税事業者に対する一方的な値下げ、取引排除の横行。3、未登録業者への差別中傷。4、過重な事務負担で疲労する現場。5、自由な小取引が阻害される。6、相談窓口の不足といった問題があるとして、財務省などに是正と見解を求めていると。 というわけなんですけども、まあ、このね、免税事業者が間に入ることでっていうことに関しては、まあ、結構すごいからくりがあるってことで、ちょっと動画一本出そうかなとは思ってるんですけど、免税事業者に対して着服、猫ばばし続けるつもりかって批判されてるっていう事例も、まだ結構多数あるってことなんですよね。これが消費税の性質、インボイス制度が周知されてないっていう事実そのものなんですよ。もちろんね、僕のチャンネルをひいきに聞いてくださってる方やったら、ま、あほとんどの方ご存知だと思うんですけど、 消費税って消費者から扱っている間接税じゃないんですよ。例えば今1万円の商品を買えば、消費税テンパイから1万1000円払うわけですけど、まあこれって1万円の商品に1000円の消費税が乗っかってるんじゃなくて、その商品の価格が1万1000円だってことなんですね。もうちょっと言ってることはわかりづらいかもしれんけど、要は消費税って売り上げがあったら、 その分の110分の10を納税せえっていう税金なわけよ。つまり、1万1000円の売上があったら、110分の10で1000円を納税せえと。で、これがさ、預かり税論者からすると、免税事業者は着服猫ばばしてるってことやから、消費税を取るなってことでしょじゃあ1万円で請求書出してこいってことになるんやけど、1万円で請求書出したら、1万円の売上が上がるわけですよ。ってなったら、売上に対して消費税は納税せなあかんから、1万円の110分の10は納税するんですよ。 納税税っっって言ってて言も実際はその仕入れ税額控除ってことやから仕入れで支払った分の消費税のの差額ですけどねこの辺をテレビに出まくってる橋本さんあたりは全然理解してない。この前もうなんか知らんけど、免税事業者は消費税乗っけんのおかしいとか言ってるけど、乗っけなかったとしても消費税は売り上げに対してかかるねんから、乗せなかった分の110分の10を納税せえって言われるわけやんか。例えば今さ、阪神タイガースが日本一になって、関西圏では結構さ、日本一セールみたいなやってるわけですよ。それこそ全品10%割引ってなったらさ、 まあ、言い方変えて、消費税還元セールとか言ったりするわけですね。じゃあ消費者からしたら、消費税納税してないみたいな感じになるけども、そんなことない。売上に対してかかるもんやから10、10%割引しようが、その売上の110分の10は納税するわけですよ。イコール、消費税は消費者の間接税じゃなくて、事業者の直接税だっていうこと。 ででもそれれが周知されてないわけですよ。だからこんなさ、的外れの批判の事例がたくさん報告されてるわけでしょ。まあ、それこそさっき言ったけど、橋本徹さんみたいな人ですらさ、理解せずにテレビでバンバン言ってんやから、しょうがないかなっていうところもあるけどね。まあ、逆に言ったら、預かり税論者からすると、この消費税の納税方法が、仕入れ税額控除っていうね、受け取った消費税から支払った消費税の差額を納税するっていう仕組みの時点でおかしいなと気づかないとあかんのに、それには気づかない。っていうか、それはおかしいとは思わない。その時点でだいぶぶれてんなって僕は思うわけですけども。 まあなんせこのちゃんとしたさ理解っていうのが周知されてない状態で消費税の納税に関わるさ大事な制度を導入なんてしたらこんなわけのわからんトラブルが多発してるってわけやんか。むしろ消費税は事業者の直接税であるとかインボイスを理由に値下げの強要っていうのは公正取引委員会からしても独禁法の違反であるとかさそういったことを知ってる方が少数派なわけよ。だからこの消費税の性質さらにインボイスの制度の内容っていうのが大半の方にまだ周知されてない状況で 用意どんで進んだって、うまいこといくわけないよ。トラブル発生せえへんわけないよ。しかも今回のアンケートでは、負担増になったのが半分以上いるって言ってんねやから。ただこのインボイス制度に関してはさ、わーっと議論してるけども、これってまあ消費税納税の話やから、消費税自体がなければインボイスの話もするまでもないわけですね。 で、まあ、このインボイス、さらにこの消費税のことにつきましては、ちょっと連日ご紹介させてもらった鈴木財務大臣ですね、がこのように答弁してるんですけどもえ、物価高対策として消費税減税について、高額消費を含めて負担軽減がなされることになり、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者への支援が相対的に手薄になってしまうとの見解を示したということで、なんか知らんけど、高所得者の方が有利だっつってんですよね。 いやいや、消費税は逆進性やから低所得者の負担が重たい税金やつってのに消費減税をすると、なぜか高所得者の負担が軽減されるから低所得者の支援が手薄になるって言うんですよ。はみたいな。ちなみにここについては過去にも2本ぐらい動画出してるんで、そこもね見てもらえたらと思います。もう鈴木さんが言ってること全く理解できません。で、この答弁っていうのは共産党田村さんへの答弁ってことなんですけど、で、まあ、この共産党田村議員の質疑っていうのは、 この消費税だけじゃなくて、インボイスのところにまでね、言及してたんですけども、このインボイス制度について、とんでもないことを発覚したってことで、一旦こちらの動画をご覧ください。衆議院の議員会館のコンビニでレシート1枚もらって、そこにある13桁の登録番号を、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索かけてみたんです。そしたらですね、セブンイレブンって出てこないんですよ。全然想像できない会社の名前が出てくるわけです。で、私ね、 企画集の,ね、あの地元の,あの同じセブンイレブンの領収書を持っていたのでこれが影で見たらまた全然違う企業名が出てくるわけですその企業名とセブンイレブンとどうリンクするのかど,のどれだけ検索をかけても符号しないんですよだからこの番号は本当に正しいのかとでこれが本当に事業者なのかと別のコンビニでもやってみました同じ結果が出るわけです。 法律ではインボイスに登録した事業者の氏名または名称及び登録番号を記載することになっている。でも氏名名称が出てこないんです。これダメじゃないですか。法律違反じゃないですか。公表サイトで確認を行った際、ご質問のようにインボイスに記載された野望等々は異なる氏名等が表示されることもございます。ましかしながら公表サイトはま取引先から事業者請求書等に記載されている番号が 登録番号として取引時点において有効なものかを確認するために利用いただくものでございまして、まあその有効性が確認できれば、まあ一時的には単身ボスとして取り合って差し支えないものと考えてございます。山田高木君、それはね、あの勝手な解釈じゃないんですか。法律ではインボスに登録した事業者の氏名または名称及び登録番号を記載することになっていると。知恵で学校業をやるときに現実に見るわけでしょ、皆さんは。はそのときに。 自分が受け取った相手方のレシートが相手本人であるのか、この番号が正しいのであるか、でそれをね、いくら検索かけてもわからないという事態が、日本を代表する、ね、コンビニエンスタは、その一店舗一店舗で確認していかなくてはいけないんですよ。ほんま,まにいいんですかまあ、その事業者のホームページや、あるいはインボルスに記載されて電話番号に電話するなどの方法により確認することもできると考えております。それをね、検索かけてもね、委員長。どこの事業者がどこに所在地があって電話番号わかんないんですよ。 私昨日ね、本当に検索かけたんだけど、全然結びつかないんですよ。だから法律違反じゃないですかって言ってるんです。というわけで、まあ見てもらった通りなんですが、このレビリ君っていう方がね、投稿されてるんですけど、ってことは、これでもかまへんゆうこっちゃってことで、登録番号が T から始まるこの番号で、国税庁っていうふうに検索しても、何も問題ないやろと、ポンコツ制度インボイスってことで、見てもらった通りですよ。もらった番号を国税庁のサイトにアクセスしてみても、全然違う企業名が出てくると。 この田村議に関してはセブンイレブンのレシートを検索しても全然違う企業の名前が出てくるっていうことでお話しされてるんですが考えられることはフランチャイズっていうことなんですよねだから例えば何々酒店とか何々商店がセブンイレブンの事業をしているとだから検索かけてもまあそれがヒットしないっていうところだと思うんですけど問題はここその企業とセブンイレブンがどうリンクするのかっていうところがわからないっていことなんですよだから今回はそのコンビニを例に挙げられてたけど まあ、極論言っちゃえば、登録しなくても適当に番号を言ってしまえば、未登録な業者でも取引可能ってことになるじゃないですか。だってインボイスの番号と検索かけた野号が違うってことになるんやから。で、その会社の事業が何なのかっていうのは分からへんわけねんから。で、これに対してその政府の連中っていうのが、インボイスに記載された野号と違う名前が表示されることもあると。まあ、要はセブンイレブンでのレシートやけど、検索かけてみたら何々商店だったってやつですよね。 でもこの公表サイトっていうのはその番号っていうのが有効なものかを確認するために利用するものなんだ。だから有効性が確認できれば別に名前が違ってもインボイスとして取り扱って問題ないって言ってるんですけど、その有効性が確認できないから困ってるっていう話をしてんじゃないのだから例えばやけど適当な番号を書きました。でもサイトを検索しても名前違うんでそっち間違ってるんでこっちで合ってますって言ったらそれで OK ってことになるやんか。 そうでしょだってさ、有効性が確認できたらっていうけども、その有効性を判断する材料っていうのはないんやから。でもこの田村議員曰く、この法律ではインボイスに登録した事業者の氏名または名称及び登録番号を記載することになってると。 だからこれって法律違反だろって話をするんですが、まあ、政府の人間からすると、インボイスに記載されてる電話番号に電話したら確認することができるやんけと、まあ、そういう風に言うてるわけなんですね。もちろん理屈としてはそうですよ。しかし、それを一個ずつやっていかなければならないって、すさまじく膨大な事務作業発生してるって僕思うんですけど。で、もう一個はさっき言ったみたいに、勝手に番号を記載して悪用した偽のインボイスとか、何かのタイミングでたまたま利用したサービスで連絡取れなかった場合は、どうしたらいい どうしたらいいもクソもないよ。泣き寝入り以外の方法ないわけよ。つまり、この制度はずさんだっていうことじゃないですか。だから、政府側の回答で、電話かけたらいいやんっていうのは、事務作業としても凄まじいほどの手間やし、なんなら偽インボイス横行したって、なんもどうしようもないって言ってるに等しいわけですよ。でもこんだけの手間やらせて、3月末にはその消費税納税制っていうわけでしょそんだけ納税納税ってやったら、後ろで座ってるやつにまず言った方がいいんじゃないと思うんですけどね。だから、これ結局見切り発車でやってるけども、現実のトラブルも多発してるし、 中の制度としててもめちゃくちゃゃくだったったことがわかったわけですですこれに対して政府の政策がインボイス対策で補助金入れますってアホかみたいなでお前らがこの制度導入せへんかったらさそんなもん必要ないわけですよ例えばなんとか対策って言うてもさそのコロナが起きたからコロナ対策打つとか物価高やから物価高対策打つそれと一緒じゃないですかインボイスが大変やからインボイス対策打ちますっていやでもインボイスの原因はあんたらが強行導入したってことやねんからそれやめりゃいいだけの話やろって で、このコロナ対策、さらに物価高対策、そしてインボイス対策、この3つに共通しているのが何かっつったら、やっぱり消費税なわけよ。だから消費税一時的に廃止にする、もしくは減税で単一税率にするっていうだけで、この辺のトラブル一気に解消するねんから、やはりやることは消費税の減税廃止、この一択じゃないのかなっていうふうには思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。